前の大きいなんでやねんでございます。2022年12月の9日。そうです。プロ野球史上初めてと言われる、えー、現役ドラフトが明日実施されるということで、この動画を、えー、緊急で動画撮っております。えー、まず、はじめにですね、現役ドラフトはいつから開催されるか。えー、明日、 13時、1時から開催されることが決まっております。現役ドラフトは、ドラフト会議みたいに、テレビで、放映とかがございません。は、非公開で行われるためですね、どの選手が、リストアップされてですね、どのチームに行くのか、なんていうことは、一切確認することができません。指名結果なんですけども、明日、12月9日に、まとめて発表される予定になっているということなので、 明日1時に始まって、明日の何時かは分からないけど、その時間までには発表されるということが、まあ、現状決まっているという。続いてですね、現役ドラフトのルールについて説明するんですけども、まず一つ目、指名対象として各球団2名の支配下登録選手が名簿で提出されます。はい。これが一つ目。そして二つ目、各球団最低1名の選手を 指名するそして三つ目、リストアップ対象外の基準というのがあります。これは後ほど説明します。そして四つ目。 事前選挙システムというものを導入する。もうちょっと細かく説明するんですけども、まず一つ目、指名対象として各球団2名の支配下選手登録の名簿を提出というところなんですけども、これはですね、最低2名の選手の名前、名簿っていうのを提出しないといけないっていうのが、まあ、約束ごとというふうになってます。2番目ですね、各球団最低1名を指名しないといけないということなんで、まあ、あの、12名は確実に移籍するということが決まるということですね。リストアップ対象外の基準がある。 ね、ここが結構重要になってくると思うんですけども、その条件としては、えー、過剰で伝えていきますけども、1、外国人選手、2、複数年契約選手、3、年俸5000万円以上の選手、各1名に限り1億円未満の選手は対象可能となります。つまり5000万円以上、1億円未満の選手も、現役ドラフトを出すこともできるということですね。はい。そして4つ目。 FA 権を行使したことがある選手。そして5つ目、FA 資格を持っている選手。そして6つ目が育成選手。ね、これは話題になったんですけどね。えー、まあ育成選手は、えー、現役ドラフトは指名できません。はい、そしてリストにも出せません。そして、七、えー、7つ目、前年の年度連盟選手権試合終了の日の翌日以降において、 選手契約の譲渡により獲得した選手ね。もう長すぎて。もう、チンって感じですけどね。はい。そして八つ目が、シーズン終了後に、育成から支配下登録になった選手という、この場合は、現役ドラフトリストアップ対象外の基準となりますと。はい。分かってきましたかえー、そして、えー、四つ目ですね。事前選挙システムについて。これが一番ね、えって感じだと思うんですけども、えー、事前選挙システムについてのまとめ。 現役ドラフトの対象選手が多い球団ほど指名優先権が高くなると。現役ドラフトの対象選手が多い球団ですよ。うん。その球団ほど指名の優先度が高くなるという。さあ、えー、これでね、現役ドラフトについて皆さんがね、どれくらい分かったのかっていうのはね、まあ、 わからないんでね。わからないことあったらね、コメント欄に書いていただいたらわかることはね、回答していきたいと思いますんで、コメント欄にコメントください。えー、そんなこんなんで、現役ドラフト、明日、午後1時から始まるということなので、ドキドキワクワク、その結果を心待ちしたいと思います。